写真拡大。プロアマ交流戦、巨人3軍後の2日体大、17日、ジャイアンツ球場。トラキラーが実戦復帰を果たした。左肘違和感で春季宮崎キャンプ中に離脱した巨人の CC メルセデス投手26が17日プロアマ交流戦日体大戦ジャイアンツ球場に先発登板。3回1安打無失点と好投し、先発ローテ入りへ大きな一歩を踏み出した。最速145キロの直球を軸に変化球を織り交ぜ、持ち味の打たせて取る投球を展開。全45球を振り返り、肘の症状も全く気にせず投げられましたし、復帰戦でいいピッチングができたと思いますと自身に及第点を与えた。視察した原監督は、やっぱりテンポとか制球を含めていいものを持っていますねと高評価。現状菅野は安定感を見せているが、他の先発投手陣は不安定。昨季8勝を挙げた左腕が復活すれば、球団ワーストのオープン戦9連敗、4分けを挟む13戦勝ち星なしと暗雲立ち込めるチームに光明が差し込む。阪神戦は通算6試合に登板して4勝0敗、防御率1月2日。今年も先発ローテを支えて虎狩りを完遂する。